名物の旧坂は各馬の底力が試されます。さあ飛び出したギット、まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。先頭に立ったのは6番シゲル総裁、そして2番手に4番モンテビオ、8番エクスプロージョンが上がってまいりました、2番ワンダフルタウン、それから3番キングストンボーイ、そしてその後ろから9番テイエム竜巻。ピンクの帽子にご注目ください。これが一番人気のシャフリヤール、レッドジェネシス、セファーラジエルがその後ろ、しんがりから5番ステラベローチェでやります。もう一度前から整理してみましょうか。6番シゲル総裁がレースを引っ張るようになりました。ジット、第2コーナー左にカーブを取ります。その後ろでやりましょうか。エクスプロージョン、ワンダフルタウン、4番モンテディオ、下がって4番手、そしてその外にキングストンボーイ、それからもう一頭9番テイエム竜巻、一番人気のシャフリヤール、福永騎手どのあたりで動くんでしょうか。それからレッドジェネシス、内を通りまして1番セファーラジエル、外から一頭ステラベローチェ、先頭の方はどうなっているか。これが先頭6番シゲル総裁、その外にエクスプロージョン、ワンダフルタウン、それから4番モンテディオ、そして外からはキングストンボーイ、9番黒い馬体テイエム竜巻でやります。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。シャフリヤールは6番手先頭、岩田とシゲル総裁、2番手に外からはエクスプロージョン、ステラベローチェが差を詰めてきた。大外から強襲ステラベローチェ、シャフリヤール先頭に立った。外から1頭ステラベローチェ、ムチが飛んでいるステラベローチェ、シャフリヤール1着、1番人気に見事応えました。結果だよね。1着、当番、2着、5番、3着、3番以上のように確定しました。ゲートイン終わりました。体制完了。さあ飛び出したジット、立ち遅れました。9番テイエム竜巻、お互いの出を伺っているところであります。果たして何が行くか。6番シゲル総裁が先手を取りました。それから8番エクスプロージョン、10番シャフリヤール、内を通ってモンテビオ、その後ろ3馬身くらいあってワンダフルタウン、3番キングストンボーイ、そして外からは9番テイエム竜巻、7番レッドジェネシス、5番ステラベローチェ、ほとんど馬体が合っています。しんがりからセファーラジエル。さあ前の方はどうなっているのか。先頭を行くシゲル総裁、1馬身リード、そしてその後ろから8番エクスプロージョン、それから4番モンテディオ、これが人気を集めているシャフリヤールです。そして5番手に2番ワンダフルタウンであります。それからキングストンボーイ、外を通りまして9番テイエム竜巻、その後ろでやりましょうか。7番レッドジェネシス、ばらけたレース展開です。そのうちからは5番ステラベローチェ、セファーラジエルが並んでいっています。さあ先頭の方はどうなっているか。6番シゲル総裁がレースを引っ張るようになりました。エクスプロージョン、モンテディオ、そして1番人気のシャフリヤール、なかなかいい感じ。その後ろ3馬身くらいあって2番ワンダフルタウン。大歓声が上がる中京競馬場、大歓声が上がる中京競馬場。先頭行く緑の帽子はシゲル総裁、懸命に手を動かして福永とシャフリヤール、シャフリヤール懸命に追う。先頭岩田とシゲル総裁、エクスプロージョンがかわした。シャフリヤールが捉えるか、このまま粘れるか。エクスプロージョン、シャフリヤールがかわした。内を通ってエクスプロージョン、シャフリヤール、シャフリヤールが一着、あとは写真です。この馬はいい調子だね。1着、当番、2着、3番、3着、8番以上のように確定しました。
各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。さあ飛び出した。ジット、ちょっと出遅れたんでしょうか。1番セファーラジエル、ダッシュがつきません。さあ先行争いであります。シゲル総裁が先手を取りました。それからワンダフルタウン、1番人気のシャフリヤール、福永騎手、どのあたりで動くんでしょうか。内を通って9番テイエム竜巻、それからもう一頭8番イクスプロージョン、4番モンテビオ、その外ステラベローチェ、そしてその後ろからレッドジェネシス、それから3番キングストンボーイ、1番セファーラジエル。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭を行くのはワンダフルタウン、4分の3馬身リード。外を通って6番シゲル総裁、シャフリヤールはこの辺りテイエム竜巻がその後ろ、そしてそのうちに8番イクスプロージョン、4番モンテディオ、外から1頭ステラベローチェ、7番レッドジェネシス、3番キングストンボーイ、一番後ろにセファーラジエル。前でありますが前、依然先頭ワンダフルタウンであります。その外にシゲル総裁、ご注目いただきましょう。これが圧倒的な人気のシャフリヤール、その後ろでやりましょうか。9番テイエム竜巻、そのうちにイクスプロージョン、そして6番手にモンテディオ。さあ中京競馬場は大歓声であります。シャフリヤールは3番手、さあ先頭はワンダフルタウンだ。1馬身リード、外から懸命にシゲル総裁、2番手にシゲル総裁、ワンダフルタウンだ。抜け出したシャフリヤール、懸命に追う。外から突っ込んできたのはシャフリヤール、1番内ワンダフルタウンだ。粘っているセファーラディエル、懸命に追う。頑張る頑張る和田とワンダフルタウン、内か中か外か3頭の争いになった。まあ当然の結果だよね。1着、当番、2着、3番、3着、5番以上のように確定しました。